磯部朝イ磯部朝ベ磯部朝チ、1905年、明治38年4月1日から1937年、昭和12年8月19日は、日本の陸軍軍人、行動派青年将校。陸軍幼年学校、陸軍士官学校、38期を経て、陸軍副表将校となるが、中尉の時に経理部に転化した。陸軍一等の時に、 陸軍士官学校事件により停職、宿軍に関する意見書配布により面刊となった2.26事件において決起証拠らと行動を共にし、軍法会議で死刑判決を受けて軽視した。1905年、明治38年4月1日、山口県大津郡美市海村、源長都市河原に農業検査官、磯部二三郎の三男として生まれる。 高等小学校、広島陸軍幼年学校、陸軍士官学校予科を経て、1926年、大正15年7月に、陸軍士官学校、38期を卒業する。同年10月陸軍不評勝位に任官し、不評第80連隊府を命ぜられた。1929年、昭和4年10月に、陸軍不評中意に進級。 1932年、昭和7年6月、経理部への転科を志願し、陸軍経理学校に入校する。1933年、昭和8年5月に経理学校を卒業、主計に転科し、陸軍二等主計、中尉総統に任官した。同年6月に、この F 表第四連隊府を命ぜられ、1934年、昭和9年8月陸軍一等主計、 大相当新旧と共に、野砲兵第一連隊府に移った。早くから来た一機の下に出入りし、行動派青年症校グループの中心人物として知られていた。1934年に発生した陸軍士官学校事件において、村中隆次らと共に反乱を加わらせた容疑で逮捕された。翌年3月停職、4月に釈放された。 その後、祝軍に関する意見書を執筆、配布し、8月に面間となった。村中と同居して、判断計画に熱中した。相沢事件以降は、憲兵、警視庁警官が二人の周囲を警戒、監視している。村中が、相沢事件の裁判闘争を重視する理論派であったのに対して磯部は行動派であった。1936年、 昭和11年の2.26事件では、栗原康秀らと共に計画、指揮に当たった。首相官邸において、銃声を聞き行動が開始されたことを知った瞬間について、とにかく言うに言えぬほど面白い一度やつてみるといい。弱はも一度やりたい。あの会館はおそらく人生史上のものであらふと改装している。陸相官邸玄関において、 統制派の片倉忠を見かけこれに拳銃を一発発射し、拳銃を足元に落として、軍刀を抜いたがその場にいた、正木神人三郎になだめられた。左米紙を負傷した片倉は、陸上専用車で病院へと運ばれ処置を受けた。事件後の新聞で、片倉に、馬鹿。と怒鳴られて毛をされ拳銃を落としたのだと、報道されたのを見て、腰を抜かしたのは縦余りに傷。 世の腰はピンと張っていた。なぜピストルを捨てたとか、なぜ軍刀を抜いたとかとわれても理由は全くわからんと述べている。斉藤竜は陸上官邸において激高する将校がおり、片倉も生きているということだ。俺一人でも行って殺してやる。状況によっては、軍人会艦海校舎をも襲撃する予定だと、わめている者がいた、とべており、これは磯ベのことであると思われる。 反乱が失敗に終わったことが明らかとなり、青年将校たちが自陣するか投稿するか決め、兼ねている中で、磯部は、世はどうしても死ぬ気が起こらなかった。自決どころではない山王ホテルから逃走して、市内渡ろトと思って、芝隊員に逃げさせてくれと頼んだ暗い日であった。どこまでも生き延びて、仇打ちをせねば気が済まなかったのだと回している。 事件後の軍法会議では7月5日の第1次判決において死刑を宣告された。磯部と村中の2名については、北一期、西田勢の裁判の都合上、7月12日に処刑された他の死刑囚とは分離された。翌1937年、昭和12年8月19日に、北、西田、村中と共に重殺刑に処された。 時政の句を残しており、である。去年三三、十万。獄中において、行動期、獄中日記、獄中主記等を記した。行動期は、相沢事件以後の階層が描かれている。獄中日記は、共犯十三名の処刑直後の十一年七月三十一日から八月三十一日までに至る。これらは、磯部の刑事後に、 東京陸軍営受刑務所監守の平石光久が密かに持ち出し、文芸1967年3月号において発表された。磯部は、その手記において、昭和維新の正当性と、自らを理解しない世間、軍部首脳、天皇に対するバリ雑言を書き連ねている。自身を、日本第一の中義者であると誇り、今の日本人は、将梱が草切っていますから、 真実の忠義がわからない、つくづくと日本という大馬鹿な国が嫌になると批判している。渡辺上太郎教育総監が殺害目標に選ばれたことについて、渡辺は同志将校を弾圧、弾圧したばかりでなく三長官の一人として、個人の行動に反対して弾をしそうな人物の筆頭だ、天皇機関節の軍部における本尊だと、極中で行動機に記している。 特に、獄中日記には、昭和天皇に対する叱責すら含まれている。さらに、日本も、ロシアのようになりましたね、と、昭和天皇が、側近に語ったとの新聞記事を読んで磯部は、激怒質疑のように記した。遺書は、現在に至るまで見つかっていないが、2011年に、監修に託した、正規と書いた書が発見、公開されている。たらによると、 日本は明治維新革命以来、天皇の独裁国家ではなく、重臣の独裁国家でもなく、天皇を中心とした近代的民主国であったのだが、今の日本は、重臣と財閥の独裁国家としている。そしてその大義を理解しなかった、昭和天皇を、獄中から、お叱り申していた。磯部、村中、北、西田は、重殺時に、天皇陛下万歳は唱えなかった。 三島幸夫は、磯部の極中日記を高く評価し、磯部式が掲載された、文芸1967年3月号に、同義的革命の論理、磯部一等死刑の遺書についてを寄せている。三島の晩年の作、英霊の声は、磯部式からの抜粋が含まれている。一方で、殺害された斉藤実の園籍であった、有馬頼り近は、 被害者のことを考えたことがあるのかと三島を批判している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。